ということで、今からね、たらい落としをやるんですけども、ただやるんじゃつまんないので、今からそらちーくんにクイズを出してもらって、正解すればこのたらいは落ちてきません。しかし、外れてしまった場合、このたらいが落ちてくるというわけです。それではそらちーさん、クイズを出してください。僕が中学校の時に一番好きだった給食のメニューは何でしょう？わかりました。わかめご飯。わかめご飯。痛い。嘘でしょ。嘘。輝いてる。嘘。それではね、もう一回やろうと思います。来い。パンはパンでも。食べられないパンはなんだ？コッペパン！あ、痛い！痛い！